12時34分です。日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減2000回。今週はスタジオにカンニング竹山さんをお迎えしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。感想というメールをいただきました。はいはい、足立区のアキッピーさんです。48歳の方。柿花さんのリオオリンピックレポーターで留守の間、スペシャルゲストの人が柿花さんより面白いですね。カッキーまた帰るよ、そんなこと言うたら。柿花さんはアナウンサーですしね。はい、まあ、そうです、ね、そうですよ。タレントさん、芸人さんですから、はい、カンニング竹山さんは月1回ならカッキーの代役をしてほしいですね。冒頭のハワイのお話楽しかったです。あそうです、ハワイの話はね、すいません、竹山本人にして、あの前にしていいのもなんです、誰が喋っても面白いです。、はい、物事が面白いからね。怒ってたですもんね。川崎市のラジオネームグリーンアップルさん、はい、竹山さんに質問します。はいはい、大型の車を買われたそうですが、アッコさんのために買われたのですか？いや違いますよ。アッコさん乗っても全然楽ですけど、はい、車は。どんな車買ったの？日本車買ったんですよ。あ、昔の。はいはいはい、はい、あのそれダッチとかそういうの。ね、日本車ですけど、ランクルってやつなんですけど。はいはい。ほんで、ちょっとヒロムさんにちょっと紹介してもらって、うん、大きな昔の日本車を買いまして、そのキャンプに、うん、ちょっと行こうと、趣味をキャンプにしようと思って、今ね、うん、すごく流行って、キャンプって僕ら小学校時代で行った、本当にもう、なんか雑能でできたような、なんか、なんていうの、テントでっていう、古いテントのイメージあるじゃないですか。はい、今もうそんなキャンプじゃないんですよ。本当にリビングのようになって、物も全部良くて、はい、鍋だ、調理器具で、ガス台だって全部良くて、はい、それを乗っけるために4駆買いまして。キャンプってなんか小川があって、はい、でなんか、飯盒水産かなんかご飯炊いて。マックス、飯盒とかじゃないです。飯盒ももちろんありますけど。はい、普通にね、うち僕が用意したのガスコンロ2台分ありますから、はい、そこでご飯炊く用のちゃんと鍋とか全部あるんですよ。でキャンプ その車買って行くじゃない、はい、で川で泳いで、その後なんかその、川では泳いだりもしますし、あとあのカヤック乗ったりもしますし、うん、あとはご飯みんなで作るじゃないですか、うん、でリビングみたいなテーブルと椅子とかも、椅子もいいやつがありますんで、はいはい、出して、であの、うん、ランタンっていう明かりで、それ炊いてみんなでちょっとワインとか飲みながら、みんなでご飯とこれ食べていろいろ喋ったり、シーンとして虫の声しか聞こえない、その虫の声しか聞こえない、シーンチ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 ンっていう声が聞こえる中で、こう蚊とかどう、蚊とかもね、意外とほら、あの蚊取り線香だとか、そういうのが有名だったら、テントがアッコさんいいですから、ちゃんと入らないように今そういう仕組みになってるんですよ。蛇とかこう来たらどうすんの？いやいや、ね、野営するわけじゃないですか。野営ですから、キャンプ場である程度時間になったら帰るの？そこで寝るわけじゃない？いや、そこで寝ます、泊まります。え、お風呂どうする？お風呂はその日なしだったり、キャンプ場に行ったらシャワールームあったりとか、あとちょっと行ったら温泉があったりするから、そこでみんなで、あ、こう先に温泉入ったりとかもあります。まあ男ばっかりだから別にその日風呂入らなくても。ヒロミにね、誘われたんですよ。あ、いや、いいですよ。アコちゃん、なんかそのキャンプの車をもらったかなんか、はいはい、借りたとかで、キャンピングカーかな、うん、それで、あの、それで川でも行ってさ、魚釣ってさ、って嫌い、魚嫌いヒロミさんのキャンプはもっとすごいですから、多分行ったら楽しいと思いますよ。あ、本当。はい、そんなに野営って感じないと思います。もっと道具いっぱい持ってますよ、ヒロミさん。昔、その四駆っていうのはね、はい、なんか芸能人見た時に、はい、なんかみんな映画とかドラマの待ってる時に、はい、本当お家みたいで、はい、でいいから、ところち一緒にしてたから、はいはい、噂のチャンネルで、はい、ところジョージ、車詳しかったから、なんかないって言ったら、そのダッチっていうのが、ね、でかいですね。で、取り寄せてもらって、はい、ですっごい良かったの、はい。トイレもついて、お風呂もついて。あ、そしたら、日本の芸能界、当時ね、はいはい、もう40年近く、はいはいはい、日本の芸能界で、日本 の, あの芸、なんて言えばいいんだろう、テレビ局に入らなかった。あ、駐車場で、ね。地下駐車場とかに。それはあると思いますね。それで、観念したんですよ。あとね、アッコさん、僕が買ったのもそうですけど、そのダッチもきっとそうで、うん、もう驚くほど燃費悪いんですよ。燃費って言ったら、例えばね、1リットルの油で、うん、ガスで、今だけ走るか、今だともう20キロ、30キロ走るわけですよ。はい、僕買った古い日本車ですよ。日本車のいい車なんだけど、故障はないですけど、燃費は1リットルで4キロなんですよ。今だから2、30キロ走るんですよ、1リットルで、今の車って。だってキャンプするのから遠いとこ行かなあかんやろ。そうですよ。だから東京からこれから六本木行くわけやない。そうです。あら、東京で満タンにして山梨行って、山梨の河口湖の先の方行って、うん、帰ってきた時にはもう半分以上減ってますからね。あ、だからその辺がね、ちょっと誤算だったっていうか、うん、金かかるな、リッチな遊びやな。金かからないためのキャンプにした。まあ大人の遊びは金かかるよ。そうかもしれないです。大人は遊びを作らなあかん。いや、そう、子供は勝手にやるもん。そうなんですよね、うん、大人でそういうことを久々やろうと思って、
あ、でも今度一回連れてって。そんなとこやったんだって夜騒いだって文句言う。夜騒いじゃダメなんですよ。あ、そうだな。キャンプは夜騒いじゃダメなんです。静かに飲んでんの。もうだから多分ね、はっきりここで言いますけど、アッコさん合わないですよ。やっぱりね。もう9時ぐらいにみんな周りの人も寝てますから。いやいや、そう。いやいや。絶対嫌だ、それは。じゃあもう無理です。寝なかったら俺が周りにもみんな寝てくれって言いますから。ここでですね、曲をおかけしたいと思います。はい、ありがとう。今回のリオオリンピック、まだね、